明日は太平洋側、そして日本海側で体感が分かれていきそうです。野澤さん、特に日本海側の気温が今日より上がりにくくなりそうですね。そうですね、だいぶ下がるかなといった感じになりそうですね、はい、ということで、その一つの要因である上空の気温を見ていきましょうか、はい、ではこちらの方が明日21日午前6時の上空1500メートル付近の気温の予想なんですが、はい、ここに9という数字があるんですけど、大体この辺りが境目と見てください、うん、それで何がどう境目になっているかというとここなんですね、うん、冷たい空気が北で暖かい空気が南といった状況になります、はい、でこの9と書いてある線、まあ、これ9度の線なんですけども、時間進めるとですね、ぐっと南下してくるんですね、はい、でしかも風向きもほぼ北です、こちらは、はい、でこの状況が日本海側の方まで入ってくる、うん、ただし関東、特に関東か東海に関してはまだ暖かい空気があって少し南寄りだったりする、うん、まあ、暖かい空気が運ばれてくるというそんな状況になります、はい、で今日は日本海側の方でもだいぶ気温上がりました。で明日の気温の分布を見てみるとこうなります、はい、これが明日の12時なんですが、日本海側の方を見ていただくとですね、まあ、オレンジのところは15度から20度、はい、で黄緑色が10度から15度ということでだいぶ低いんですね。そうですね、うん、で逆に太平洋側の方では赤いところがあって25度以上、はい、うん、でいくつか代表してされるポイントを見ていきたいと思うんですけども、はい、これが富山の気温の変化なんですが、はい、今日と比べると10度ぐらいですね、うん、下がると、平年よりちょっと下がりそうですか、うん、平年よりちょっと下がるですね。で今日は平年よりもかなり高い、はい、なので体感変化大きく出ます。で逆で太平洋側の方ですけども、東京ですが、おまあ、今日よりも少し高くなるぐらいなんで、はい、ということで、まあ、特に東日本は顕著かなと思うんですけども、うん、太平洋側の方は気温は今日と同等もしくはちょっと高め、うん、で逆に日本海側の方はぐっと下がるところが多くなるかなと、そんな状況になりそうです。はい、前日との気温差が大きくなる日本海側もありますけど、こういった太平洋側は1日の気温差もお気をつけいただきたいです ね、うん、ですね、はい、各地域服装選びなど間違わないように気をつけてお過ごしください、はい、この先も最新の気象情報、ウェザーニュースのアプリでご確認いただけます。